サム・ブラウン・ベルトを身につけたジョン・パーシング将軍。サム・ブラウン・ベルトは、肩から斜めにかけられたストラップによって、幅の広いウエストベルトを支持する構造を持った、ベルトである。主に軍隊や警察の制服に装着され、刀や拳銃を携帯するために用いられる。英語では、サム・ブラウンと略されることも多い。日本では、他の形式のものも含め革帯と呼ばれ、 用途によって刀隊あるいは拳銃隊とも呼ばれている。サワンを失ったサム・ブラウンの肖像19世紀頃、英植民地インドに従軍していた英イ軍の騎兵将校のサム・ブラウンが考案したと、される。当時のヨーロッパの軍隊では、将校は常時軍刀を携帯していた。当時の刀隊には、ウェストベルトからスリングで鞘を吊るすものや、ガワにフロックをつけたもの等があった。 しかし戦闘になると、ウェストベルトそのものが左右にずれてしまうことが多く、抜刀する際は、左手で鞘を保持しなければならなかった。サム・ブラウンは、インド大反乱ただ中の1858年8月31日、第2パン、そのため、彼は鞘を保持し抜刀することができなくなってしまった。やがてブラウンは、抜刀しやすい箇所でサヤとウェストベルトを固定するために、第二のベルトを、 右肩からかけるというアイデアを思いつく。これは D リングと呼ばれる吊り下げ器具を用いたものだった。またピストルを収めたフラップホルスターや双眼鏡ケースなどもこれに吊るされた。英印軍に所属する他の騎兵将校たちも同様のベルトを着用し始め、やがてこれは標準的な軍服の一部となった。ボア戦争中、このベルトは 英国軍とトランスバール共和国軍の両軍によりコピーされた。これに対して、不評証拠は日本のサスペンダーのようなクロスベルトにより、ウェストベルトを固定する方式のベルトを着用していた。これはインドで第60キングスロイヤルライフル軍団の一員として、従軍していた第5代スタンホープ、順番シャクサーバジルテンプラーグラハムモントゴメリー注意。 が1878年頃に考案したとされている。ブラウンがグラハム・モント・ゴメリーのアイデアを模倣したのか、また逆なのかという議論は未だに絶えない。いずれにしても、どちらもベルトに関する特許を取得していなかったため、この議論は決着しないと見られている。軍刀を装備する器具として開発された経緯に基づき、慣例として伝統的に軍刀を帯びる義務があった将校のみが着用した。 しかし近代史のほとんどを通して、サム・ブラウンベルトはピストルを支えることが主たる目的となり、20世紀初頭に使用された大型拳銃では、特に役立った。やがて軍刀とともに、実用性のある装備品としてよりは、将校の地位を示す、装飾品の一つとみなされるようになり、野戦装備からは姿を消していく。ナンバー2ドレスとナンバー4ドレスの陸軍将校。 ナンバー2ドレスのパラシュート連帯巡視官。左肩から車側を着用している第二次防和戦争があった1900年頃に英国陸軍全軍で将校用装備として採用されたのを皮切りに英連邦各国もこれに続いた。20世紀に入る頃になると従来のサムブラウンベルトに加えて新しい形態のベルトもに人気が集まった。 これは二つの垂直なストラップでベルトを支えるもので、騎馬用のあぶみから着想を得たのだとされているが、サム・ブラウンベルトに由来すると思われる幅の広いベルトで構成される。第二次世界大戦後、サム・ブラウンベルトは徐々に使用されなくなっていった。例えば、カナダ軍では1968年にサム・ブラウンベルトを段階的に廃止した。しかし、 英国陸軍の多くの連隊及び海兵隊では、士官及び巡視官が儀礼時のナンバー2ドレス並びにナンバー4、ドレス及び一部のナンバー1ドレスでサム・ブラウンベルトを装着している。オーストラリアでは、すべての士官が儀礼用制服にサム・ブラウンベルトを着用する権利が与えられ、またお一区分の巡視官も同様の権利が認められている。オーストラリアでは軍団ごとに、 バリエーションがあり、例えば王立オーストラリア総甲軍団や、オーストラリア陸軍航空隊の将校は、黒いサムブラウンベルトを装着する。1905年から1939年まで、第16クイーンズランサーズのカーネルインチーフを、務めたスペイン王アルフォンソ13世は、越平式の際サムブラウンベルトの車側を、前後逆につけたまま挑んだ。 彼の到着前、誰かがこの間違いに気づき、司令官に伝えたところ、司令官はすべての将校に社側を逆につけるようにと命じた。この事件以来道連隊では、社側を逆につけることが伝統となった。そして、この監修は、現在のクイーンズロイヤル、ランサーズまで受け継がれている。アメリカ軍では、第一次世界大戦中の欧州戦線に、 従軍していたアメリカ遠征軍司令官、パーシング大将が将校の階級を区別するために採用した。しかし陸軍としての採用ではなかったため、当初は憲兵が港に駐留し、本土に帰還した将校からこれらを回収するなどしていた。戦艦期から第二次世界大戦直前にかけて、ようやくアメリカ軍の軍服で標準的な装備となったが、 革を節約すべく1940年に廃止され、商工用上着に縫い付けられた、裏地革や布製の帯革がこれを代用した。ただし、憲兵隊では、広報勤務用のサムブラウンベルトが規定されている。海兵隊では、黒革のサムブラウンベルトを採用した。今日では、商工が特別な儀式の場合のみ、サムブラウンベルトを着用し、対等する際は革帯に、 スリングで鞘を吊るす。一方、歌手間は特別な儀式の場合のみ対等するが、その際は白の帯皮にフロックをつけた歌手間用刀体を使用する。ただし、新兵教育隊の先人訓練歌手間は彼らの地位を示すため、黒皮の歌手間用刀体で新兵訓練中も対等する。そして一般の訓練歌手間は拳銃体を装着する。フィンランド陸軍及び フィンランド空軍で制服の位置。現在では、パレードや勤務に用いられる、高級将校用の M58 制服と M83 制服でこのベルトが装備されている一方、陸軍及び空軍のほとんどの兵士は、M05 迷彩戦闘服を着用し、旧式の M62 迷彩戦闘服以外の戦闘服にコマンドベルトを装備することは禁じられている。第一次世界大戦後、 いわゆるワイマール共和国の時代に共和国軍の装備として採用され、ナチスドイツ時代のドイツ国防軍でも引き続き使用されていたが1940年頃に廃止された。ただし特注の白い軍服と共にサム・ブラウンベルトを着用し続けたヘルマン・ゲーリング、元帥のような例もある。ドイツの影響を受けた周辺諸国でも類似した形式のものが採用されていた。 第二次世界大戦後、ドイツは、ドイツ連邦共和国と、ドイツ民主共和国に分断された。ドイツ連邦軍では、冷装用装備の一種として白いサム・ブラウンベルトを採用した。一方の国家人民軍は、当初兵衛人民警察として編成され、ソビエト連邦軍様式の昇降用や戦装備の一部として、サム・ブラウンベルトを着用していた。国家人民軍への解 労働者階級戦闘団などの準軍事組織やドイツ人民警察の一部では、商工用や専用装備として、東ドイツの崩壊まで使用された。日本陸軍ではほとんど使用されなかったが、日本海軍では、士官用の陸戦隊等隊として、サムブラウンベルトを採用していた。陸戦隊等隊は、帯川にフロックではなく、スリングで鞘を吊るすようになっていた。 戦後の自衛隊では、かつての憲兵に相当する刑務官が拳銃隊としてサムブラウンベルトを装備している。また、海上自衛隊幹部は、後部層の際及び対等しないで、議場大使機関を務める場合に白いサムブラウンベルトを拳銃隊として着用する。第二次世界大戦期の中華民国では、独立化した軍閥が、おのの独自の軍服を着用していた。多くは、 イギリス、ドイツ帝国、フランス、大日本帝国などから強い影響を受けており、サム・ブラウンベルトもしばしば採用された。例えば、蒋介石率いる中国国民党の国民革命軍では、順位以上の階級にある将校に、サム・ブラウンベルトの装着が義務付けられており、軍人としては特急上昇の階級にあった、蒋介石自身も軍服を着る場合には着用した。 満州国独立後、方天派軍閥を母体として創設された満州国軍では、日本陸軍に習った様式の軍服を新たに採用したが、一定階級以上の将校は、軍閥時代と同様のサム・ブラウンベルトを着用した。サム・ブラウンベルトは、世界各国の警察機関でもたびたび採用された。おそらく1940年代から1950年代の間、この傾向は、 最も広く見られただろう。現在では、軍隊と同様に儀礼用装備とみなされるようになり、勤務用装備としては、滑れつつあるものの、いくつかの国では装備の重量を分散させる目的で、根強く使用されている。現在、アメリカの警察が、サムブラウンベルトと呼ぶものは、大抵の場合は、クロスストラップや、その付属品が除かれている。ダブルピンのフレームバックルで、 長さを調整されたベルトは、バックルのバーを2個のフックにかけて装着し、さらにポストで止め、先端はベルトループに通して固定する。補強は、古い形式のハーフライニングではなく、フルライニングとなっている。これにより重量は、マスがベルトのいずれの箇所にも装備品を装着できる。ニュージャージー州警察勤務服、アーカンソー州警察、カンザスハイウェイパトロール。 ミズりリハイウェイパトロール、ニューヨーク市警察ハイウェイパトロール、NYPD 議状態、NYPD 補助議状態、ロサンゼルス市警察、軍保安局、サンタモニカ市警、ビバリーヒルズ警察、オレンジ軍保安局など、アメリカのほとんどの警察や多くの民間警備員の通常勤務服として今日まで使用されているが、所属や勤務形態によっては、同デザイン同サイズで、 プラスチックバックルに合成線異性ベルトを着用することもある。王立カナダ騎馬警察儀礼部区で着用されるほか、オーストラリアでは、ビクトリア州警察騎馬隊が白いサムブラウンベルトを着用し、ニューサウスウェールズ州警察自転車隊、儀仗隊、NSW 警察学校儀仗隊の警部及び、巡査部長が黒いバスケットを織りのサムブラウンベルトを着用している。 オーストラリア連邦警察議場騎馬隊の幹部も同様のものを着用する。イタリアでは赤い縁取りを施した黒いサムブラウンベルトをカラビニエリの巡視官および視官が着用する。白色のサムブラウンベルトはイタリア警察の協力要員が着用する。反射材のサムブラウンベルトは夜間目立つため安全装備としてサイクリストの間で人気がある。オレンジ色のものは ジュニアセーフティパトロールが着用している。警視庁騎馬隊と航空護衛艦後方の航空護衛艦はサム・ブラウンベルトを着用しているが、手前の警視庁騎馬隊員は使用していない。日本の警察では1946年から1994年まで、左肩から着用するサム・ブラウンベルトを使用していた。航空警察では、 その後も、皇宮護衛官の儀礼服用として使用し続けている。また、1987年に採用された、警視庁のマスコットキャラクターであるピーポ君は、当時の警察官に習いサム・ブラウンベルトを着用しており、1994年以降もデザインは変更されていない。第二次世界大戦以前には、軍隊や警察以外でも、国家社会主義ドイツ労働者等や、 ドイツ共産党などの政党がサム・ブラウンベルトを制服の一部に取り入れることがあった。NSTP の制服は古いヨーロッパスタイルの軍服をもとにデザインされており、サム・ブラウンベルトもその一部として広く用いられた。アドルフ・ヒトラーや主要な党幹部だけでなく、党の準軍事組織である突撃隊や新衛隊の隊員はたびたび、 サム・ブラウンベルトを着用した写真を残している。その他、警察官の制服をもすることが多い民間の警備員や交通指導員などの制服として使用されることもある。映画や漫画などフィクションの世界では、しばしば警察官や高級軍人の象徴として、サム・ブラウンベルトが使用される。サム・ブラウンベルトは、 産業医学の面から装備の重量による、警察官の負傷に対する一種の解決法として、提案されている。チャップル・プサン・十5ハット・バーサー・プサナ・17、連隊の服装規定の例使用、マーシアン連隊不使用、王立砲兵連隊チャペル・ハット・ハンノン・ハット・ジョブソン、クリス、ルッキング・フォワード、ルッキング・バック、カストムズ・アンド・トラディションズ・オブ・ザ・オーストラリアン・アーミー、ウェイブル・ハイツ、 クイーンズランド、ビッグスカイパブリッシング、P28、ISBN9 兆7809億832万5164、AB グリフィン P48、AB ドーソン P69、連帯公式サイトハット DA パム670、131マーチ2014ラッセル P36 ラッセル P40 中西 P49、刑務隊2011、 ウェルフェアマガジン総集編2008から2011自衛隊制服図鑑 P48 栄誉例の細部実施要領について3位ハットソルドサンドラオーバーローデッドハウザニューサウスウェールズポリスアクターメントベルトプレイグスイッツウェアヤーズ ポリスジャーナルオンライン 85http コロンスラッシュスラッシュ w w w p o l i c e j o u r n a l s a o r g a u スラッシュ0401スラッシュ 12a.html ありがとうございます。